外洋だからね、内房総じゃなくても外房になっちゃうから、ジュビロさんは行きたいですね。波も高いと思う、銚子があの辺だな。銚子から向こうがずっと九十九里浜、銚子側の岬の先です。九十九里浜はあの半島の反対側ずっとに、なかなかいい、まあいいとこですね。というかこんなところで私は小学校の456と向かい学校を住んでいます。毎回ね、1週間ぐらいです。照明3組ございまして、3組で一斉にここで一回学校を操作させていただきました。外房ですので、非常に水が綺麗です。これはございます。まあ、生活排水というのはあんまり困ってないと思いますけどね。沖を通るのは定期航路、正面に見えますのは青山寺です。まあ、私たちがいた時の建物はもう全然